4期生とのエピソード。4期生はね、最近結構いろんなこと話すようになったんですよ。よりね。でも直近でめっちゃ話した記憶があるのははるはるかな。はるはるはね、いい距離感作るよね、あの子。後輩力マジで高い、超高いです。あの子だいたい後ろから「お疲れ様です」って声が聞こえてきた。だいたいはるはるだから。コミュ力お化けだよね。ちょっと言えなかった。甘噛みした。でもよくね、笑顔で笑ってくれるから話してて楽しい。あとね、陽子ちゃんに前ツアーの時に教えてもらった漫画があったんですよ。これおすすめなんですってめっちゃ熱弁されて、その漫画を買いました。まだ読んでないんですけど、買いました。ちゃんと読もうと思って。それをね、陽子ちゃんに伝えようと思って忘れてた。 今言っちゃった。 今度会ったら教えてあげよう。 タイトルは陽子に聞きな。見てるかな？買ったよ。